Okay. So beat it. はい、始めます。はい。じゃあ今日は、そば粉8割、つなぎ粉2割で、1キロのそばを打ちます。では、打ちます。 そば粉を半量ほど入れまして、その上につなぎ粉をですね、全部200グラム入れます。またその上からですね、そば粉を残りを全部入れて、ふるいにかける。 そば粉とつなぎ粉をよくかき混ぜるという行為ですね。これをしっかりやっておかないと偏ってしまいますので、で今日は1キロですので、水をとりあえず500cc 用意しました。 大体ほぼ水が、1回目の水がですね、行き渡って、よろしいかなと思ったら2回目の加水をします。 水回しの時にですね、この壁面に、粉鉢のですね、壁面についている粉をよくきれいに落とすのと、このヘリですね、ヘリもきれいに落としてあげる。
いいですよ、こっちで調整します。で、ほぼもう水が勢い回り、3回目の加水ですね。で、よく指についたそば粉をですね、落として3回目の加水が終わるとですね、大体こう、こねててですね、指にこう、ついてきますんで、これが一つのポイントですね。水回しが、ほぼ、まんべんなく行き渡ったというようなところを感じ取る。指先で感じ取る。ですね。それと同時に、骨鉢の中のそば粉がですね、きれいに下の赤い色が見えるような状況になってきますので、それをさらに続けるとですね、だんだん粒が大きくなってくる。この辺がもうそろそろ国に入ってもいいそれですね。
ルツルとですね、この麺がなればほぼ完了です。ここから菊ひねりに移っていきます。中の空気を押し出したところですね。で、鏡餅状態にして、で、これがおしまいです。